いんですよ、足腰が悪いですから。だから誰かが助けないといけないという状況まで続いてました。しかもそれプラス放射能ですから、外部からの助けが一切来ないという状態でですね、果たして大丈夫でしょうか。でも福島はまだ人口200万人全部でですね、でこちらに引っ越してきてびっくりしました。物を知らないんですけど、明石市で30万人、福島市のですね人口と同じなんですね。で姫路行ったら60万人、倍です。で神戸来たら100万人とっくに超えてるわけですね。その至近距離にですね大井原発があります。遠いかなと思ってたんですけど、実は私大阪に避難するときに一度、ガソリンがありませんでしたから、那須塩原まで行って避難所に入りました。本来ですと外貨カウンターで検査を受けないと入れません。福島から避難してきた人は危ないのでかかってからでも入れないって言ったんですが、夜遅かったので、まあ、入ってくださいと、次の日ちゃんと受けてねって言われて測ったんですね。でうちの息子が代表して外貨カウンターやったら 3.3 マイクロシーベルト出るんですよ。出るだろうなとは思ってました。でもその後がすごいんですよ。私たちと同じです。那須塩原の人たちと同じなんですね、福島。ということは那須塩原も福島と同じくらい汚染されてるんです。で、あとあといろんなデータ見ましたら、あ、納得しましたけど、放射能流れたんですね、北関東までずっと。でもこの事実をですねあまり言わないですね、マスコミも。多分相当やばいだろうというような状況にあることがですね全部隠蔽されました。で最後になりますが、これはオフレコでって言われたんですけども、今、まあ、ここは構わないからもう2年です。事故直後に福島の、事故現場にですね関西の大学の先生が入りました。調査にアルファ、ベータ、ガンマ線全部測れる機械をですね高校の校庭に捨てて測ったんですよ。いくらって知りたいですか。知りたい知りたい、私も知りたいって言ったんですが、その教えてくれた市会議員さんはですね言えない、とても言えるような数字じゃない、なんで言えないの、何で俺言ったのかなと思ったけど、多分自分の心の中に留めてられないかったと思うんですね、その辛さに。でおそらくですが、私の知ってる情報ではそこの高校生が2人おととし心筋梗塞で死んでます。だって高校の除染はしてませんでしたもん。小中は急ぎましたが高校の除染はしてませんでした。そしてそのいくらあったか数値も一切今出てません。結局全部福島は隠蔽されてます。本当のことが言われない。この事実の中でですね結局大井で起きればまた同じことが起きるだろうと思ってます。そのための原発をですねぜひ止めていかなければならないと思っています。まだまだ微力ですが皆さんと力を合わせて頑張っていきたいと思いますので、これからもよろしくお願いします。